久々にちょっと何も言わずに打っていいですか。お、珍しいじゃん。いい、どうしようかな。平井弘明のワンナップゴルフ。始まんない、うん、ちょっと打ちますよ、うん、何も言わないでね。52度ですこれ、うん、今3球打ちました、うん、でヤーデージはおそらく全部100ヤード、100ヤードだけで何種類あると思います？相当あるんですよ。でなんでそんなに球を持ってなきゃいけないか、1球目がノーマルですよ。で52度でノーマルショットのあの球をどんな状況でも打てるようにいろんな球の質を持ってなきゃいけない、種類を持ってなきゃいけないってことなんですよね。どういうことかというと、例えば1球目のノーマルショットをこういうところで打ちたかったらどうやって100ヤード打つかってことなんですよ。こういうところだったらどうやって100ヤード打つか、こういうところ、こういうところ、全部いろいろあるじゃないですか。要は傾斜地、バンカーもそう、そういういろんな場面でコースではいろんな場面があるじゃないですか。そのところで自分がどう対応してグリーンに対して100ヤード打っていくかっていうのがすごく大事。それが決まってないと傾斜行ったところでうまく打てないですよね。だやることが、例えばこういうライだったらこうやって打つとか、そういうのが決まってないと打てないんですよ。だからコース行った傾斜地でナイスショットが打てない。そういうのがちゃんと理解しなきゃいけないんですよね。何種類打てるかってことなんですよ、100ヤードのショットを。例えば8番アイアンで100ヤード打つ、ドライバーで100ヤード打つ、頑張ってピッチングで100ヤード打つとか、52度で打つとか、そういうのがはっきり自分で100ヤードがどれだけの種類打てるか、ドローフェードも、そういうのがすごく大事なんですよね、コース行った時に。だから100ヤードですって言われて、はい、じゃあピッチングバチンだけじゃダメってことなんですよ。ちゃんといろんな種類打てなきゃいけないんで、それすっごい大事なんですよ、コースで。それは天候だったり、まあ、自然との勝負なんで、一つの球だけだとこううまく戦えないですよね。ピンポジションもそうですし、右ピン左ピン、前も動画で右ピンの100ヤードと左ピンの100ヤードでスイングが絶対変わりますよねって話をしたと思うんですけど、だからうまくこう保険をかけなきゃいけないんですよね、うん。まあ、ストレートのゴルフって一番やっぱ難しいんで、ボールを曲げて0点を防ぐショットをどれだけ打てるかっていうのがすごい大事なんですよね、うん。その同じ100ヤードでも何個も打てなきゃいけないって結構レベル高いこと。レベル高いね。どれぐらいから意識し始めるか。70代入ったら意識してるよね、うん。例えば徹君、この辺から、うんうん、あの100ヤードのグリーン、うん、あれ、うん、あれちょっと打つよ、うん。例えば今ピンって全部さ真ん中に立ってるじゃない、うん。でじゃあ100ヤードのグリーンに狙うとして、うん、ピンがその手前の赤旗の位置だとする、はい。したら100ヤードの右エッジから、うん、あの左ピンに巻く、うん、あれこう保険かけてるから曲がりきんなかったとしても、うん、左には外れないわけ。そうだね。そう、うん、ああいうショットをコースでどう打つかってすごい大事で、だからまっすぐあれを打とうとするとやっぱり難しいんだよね。あの本当に横幅
が右も左もダメになっちゃう。そうだね、まっすぐしか、うん、そこしか打てないってこと、ね、そう、どっちかセーフの方が絶対優しいから、うん、そういうショットを打てるように、うん、70代とかになってきたらやってきた方がいいよね。あ、曲げた方が楽ってそういうことなんだね、うん、前も言ってたけど、うん、そう、曲げた方が楽、うん、だからあのそういうショットをね数多く増やした方がいいよね。そうだから同じ100ヤード同じ150ヤードでも何種類も何パターンもあるから、うんうん、自分がこれが決め手だっていうショットを誰に何て言われようと用意しておくことがすごく大事で、うん、必殺技じゃないんだけども確実よりパーセンテージが高いもののショットを勉強する身につけるっていうのは超大事、うん、それは練習場で練習できるの？できるできるできる、どんなショットでもいいから絶対100ヤード打てるショット打ってみてって言われて打てるかどうか、うん、何番でもいいのよ。あ、そういうこと、うん、そういうショットっていうのが絶対打てなきゃいけないんだよね。だ例えばね、うん、その30の白旗あるじゃない、うんうんうん、あそこに絶対打ってって言ったら、うん、ああやって打てる人は多いと思うのよ。はい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 、それを何ヤードまで続けられるのって今井勝宗さんに言われたのこれ。それを1ヤードずつ練習してったのが要は1から8だからね。それは俺中国の試合の時に今井さんに言われた。そうなんだ。そう、例えば1ヤードずつ旗が立ってって何ヤードまで旗当てられるのっていう話。じゃプロゴルファーになればそれを260ヤードぐらいまでやってるってことか。そう、そのイメージね がある。うん、なるほどね、うん、そういう話があった。じゃあその意識で練習するんだ。その意識で練習する。だからそれを別にストレートじゃなくても確実にピンを当てられるショットはどういうショット、決め球はどういう決め球なのっていうことだから、だからどんなショットだっていいのよ。殴り玉だっていいし、ただそれがじゃあ百発百中決まりました、うん、だけど例えばこんな球とこんな球でした、うん、したらそれ講師じゃあ通用しないよねってなってきたら、うん、じゃあそれにどうやったら通用するかって今度またこう分けられていくわけだから、うん、だからあんまりそのまずはターゲットに打てること、うんうん、でそれが戦えるかどうかになってくる、うん、でターゲットに打てることっていうのは100切りとか、うん、90とかそれぐらいで全然できるんだよね。だけど80代70代になってくるとある程度競技に出たりとか、うん、スコアとの勝負だからそういうのじゃスコア出ないよねってなってきた時にどう改造するかっていうのが大事なんで、うん、まずはっていうところだよね、うん、段階があるんでその意識を持って確実にヤードを打てる自分の球筋っていうのを見つけるのはすごい大事ね。上手い人って球筋あるからね自分の、うんうんうんそれは分かってんだ。上手い人は分かってる。持ち球が必ずあるから上手い人って、うん、もう本当上位トップアマープロゴルファーで持ち球ない人多分いないんじゃない一人も。あ、そうなんだ、うん、絶対あるから、100% ただその持ち球が打てるまでに至ってないと持ち球がないってなってるだけで、うん、その今持ってない人うまく打てない人が上達したら必ず持ち球って出来上がるよね。そうなんだ。そうだから時間の問題っていうか練習量の問題だから、だから焦らず打っていただいた方がいい、うん、そうなんだ。90代とか80代の人は、うん、まだそれじゃないって感じ、うん、80代はちょっと入ってくるかなぐらいだけど、うん、190代っていうのはなくていいし、うん、やらない方がいいよねまだ。とりあえず自分の打ちたい距離が多少ばらけても打てるぐらいになってた方が、はい、要は番手の距離を知らなきゃダメだから、あ、うん、何番で何ヤード飛ぶそれぐらいは知っといた方がいい、うんうん、右に100飛んだっていいさ、うんうんうん、まっすぐ行った時に何番で何ヤード飛ぶかっていうのが大事だから、うん、そっか全然わかんないね、うん、そういうのやってないから俺なんて。そう最初はわかんないの、ね、俺もだって小学校とか、うん、父ちゃんに残り何ヤードその時レーザーなんかないから、うん、看板と看板結んで、うん、こうやって細くして、うん、何ヤードだったって言って、で何ヤードだったらお前は何番だって言ってはーいって言って
何番持ってきて、ただ打ってただけだから、だからそうやって何番持ってって言われてるから記憶しないわけよ、はい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 、自分で決めてないから。で同じ距離残ってもお前さっき同じヤードだったんだから同じ番手持てって言われて何番持ったっけなと思っちゃう。持てって言われてたから覚えようとしないんだよね。あ、なるほどね。答え言われてるから、はい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 、そういう時あった。でもだんだんそれ分かってくるんだ。分かってきた。この距離だと何番なんだなみたいなのが、それが何で記憶し始めたかっていうと、小学校中学校高校ってなってくると、体力がすごいついてくる。急に大人より、成長するじゃない、そうすると言われた番手で距離が合わなくなってくるその時に、父ちゃん何言ってんだよって。あ、なるんだ。そこで自分はこの番手だと合わないんだって初めて気づく。あ、ね、合わない時に気づくんだね。そう、それが中2の時かな。だから一番授業中ギター弾いてた時だよね。そうだね、うん、同じクラスだったから。そうウインクタワーの時だよね。そう、2年3組の時だから。そうその時に138番で大オーバーした、その時に、あ、これじゃない、この番手じゃないと思って、それで、あ、8番じゃないんだと思った。そうだから自分で、あ、130は9番だって思って、そう、そっから覚えるようになったの。そう、なんかきっかけというか、なんかあるはずなんだよね、覚えるのって。そういうものがあるんで、自分の番手ぐらいは、飛ぶ距離は覚えておいた方がいいですね、俺から始まった。そう、100ヤード何種類もあるんですよ。そうなんでいろんな、ヤーデージを、打ち分けることと、あとしっかりと持ち球決め球っていうのを持つのも大事ってことですね。でいろんな本当種類があるんで、自分の打てるショットが一番自分で正しいと思ってください。人になんて言われようと、この球で100ヤード決める、150ヤード決めるっていう決め球を持って練習してみてください。はい、で今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですねミーティングですとか、先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。